どうも、マナミです。こちらがですね、今日お邪魔させていただいているトルネード、ムエタイキックボクシングトレーニングジムのトラーメントレーナーになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今ちょっとその YouTube の方で、格闘技の、ね、波が来ているということで、ちょっと便乗させていただくことになります。で、ちょっと営業マンさんのですね、店主さんにつないでいただいて、今回ですね、撮影をさせていただくことになりました。まあ、トータルで3年間ぐらいですか。まあ、学生時代なんで、そう昔に連れてしまったんですけれども、ちょっと今日はですね、全体の、ちょっと考え、基本的な計画をさせていただいて、で、その、パーメントレーナーのですね、そのお子さんがですね、実はその、チャンピオンということで、ちょっといいですか。はい。お名前いいですか。今高校1年、17歳の渡辺春人と言います。2年でしょ。2年ですね、チャンピオンのことです。でもそのムエタイのその団体ってちょっと調べたんですけど、結構いっぱいあるんですか。はい、そうですね、もうムエタイだけじゃなくて、もうキックボクシングの団体もかなりいっぱいあって、あ、その中の一つで、ジュニアの本当にチャンピオンだったんです。はい。最後にですね、お手合わせというか、その胸を貸してもらえるということで、ぜひとも楽しみです。で、こういった大会ってやっぱり年に何回か。そうですね、もうしょっちゅうありまして、試合自体はもう毎月のように あるんですか、まあ、今はこれね、この状態なんで、まあ、様子を見てくれる形ですけど、本当に普通にあるんであれば毎月のように大丈夫です。はい。でもそれどれに出るかは思います。そうですね。はい。こちらのトレーニング、ジムの方では、その何というか、今そのフィットネスでこうキックボクシングみたいな、ボクセサイズみたいなのやってますけど、そういうのではなくて、もうバチバチにやり合う感じの方を探しているというか。まあ、そうですね、もともと始めたきっかけが、まあ、この子の息子ですよね、息子の練習環境をっていうので、体育館で、変えてやってる感じで、ずっとやってたんですけども。まあ、こう人が人を呼んでっていうじゃないですけど、まあ、2年間の体育館でやってて、道具もみんなこうでやってたんですけど、まあ、この際だったらもう場所を借りかけ、あと自分たちでこう強くなってた方がいいんじゃないかというので始まったですね。すごいですね。はい。で、あれですか、その、一応こう宣伝はしてないけれども、そうですね、まあ募集、まあ、そうですね、まあ、誰かの紹介とか、どうしてもやりたいよとか、はい、そういう方は、ぜひっていう形で。あ、はい、で、あれですか、一応この動画の概要欄とか、はい、出してた方がいいですか。出しておいた方がいいですかね。そうですね、やる気のある人は、みたいな。じゃあ、連絡ください。そうですね、大丈夫です。はい。インスタにですね、その情報を毎日のようにする、ストーリーをですね、発信されてまして、もし、ね、気になる方は、そちらの方を見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、ちょっと教えていただきますか。わかりました。お願いします。はい。じゃあ今日この丸の目を狙ってもらって、はい、それでじゃあ行きましょう。はい、じゃあジャブさせてください。はい。特に決まってないです。ジャブだった時こうなんですよ。右手が前に出て、勝ったとこれだから、ただよくわかんない。どっちなのか、こっちですね。うまい。こっちは、じゃあジャブから行きます。左の方から。はい。2、3、4、2、3、4、5。じゃあ、まあ、ちょっと空手の打ち方にが、まあ、そうですね、染み付いてるんで、はい、今日ちょっとキックボクシングの打ち方をちょっとやってみます。今日じゃあジャブとストレートとワンツー、この3つだけ頑張りましょう。はい、はい。こっちを上げたまま、左手と左足だけ出します。そうです、そうです、右足踏ん張って、そうです、そうです。で、この右手が下がっちゃうとこういうふうになっちゃうので、あ、まあ、ちょっとこうつけとく感じで、はい、目の辺で、で、じゃあ、そうです、そうです。で、次、ストレート、はい、はい、構えて、でさっきもこっちが、左手がこう下がっちゃったんで、ちょっと攻撃もらっちゃうんで、こっちは上げたまま打ちます。
エロを打つときに右側の体をまっすぐ正面に向けるイメージ。そうですね。でこれ2つを合わせたのがワンツーですね。最初1歩目左手と左足を出して、そうです。でこの引く反動で右にします。そうです。で戻す、1左手右手、2そうです、そうです。で戻す、12そうです、そうです。でジャブからいきましょう。左手で、はい、1おーよいしょ、ありがとうございました。また見てね。